今日は久しぶりに友達のジューソンに来ました。今日は焼肉です。あ、まずビールやね。あ、ついでいただけるの、すみませんね。おお、うん、あんまりなくて、うちは大好きか、いいから。ありがとうございます。はい、お釣りします、お釣り。久しぶりの再会ですからね。はいはい。ちょうどいいんちゃう？ちょっとあれけど。オッケーオッケー。はい、おいいね。ではでは。はい、お疲れ様。なんで珍しいやん、ビールなんか。いっぱい、めっちゃ嬉しい、大好きなサーモン買ってきてくれた、ありがとう、パパ。生姜飲料なく食べてね。イエーイ、めっちゃええやん。おいしそうやんか、このキムチも。これ な、確定や。焼肉屋で売っとったキムチの方。あ、ほんま、うん、スーパーじゃなくて。これで終わり。俺メイン焼肉ないやろ。食べる。あ、大好き。違う、サーモンがな。好きなやつやけな。ああ、悪そうやったからな。ありがとう。うん、すみません、ありがとうございます。赤線。赤線大好きです。で、ハラミ。で、イチボ。で、バラ。ありがとうございますね。で、大好きです。はいはい、至れり尽くせりですね。うん、ありがとう。塩も絶対いりますよ。あ、そうなんや。はい、どうぞ。これが一番やね、今やってるのは。これがバラやね、バラ。うん、これハラミ。おぉ。よっしゃ、いっとこう。赤線？よくあるパターン。塩昆布。めっちゃおいしなんか出るだけかね。うんうんうん。まだ飲む。
うん、待って全然行ってないわ、あれ、あれ、あの前予約しててんけど、もう何コロナがなってからのその目の検査や。お、あえ、イエーイ、バッチリやね。ガリチュいただきます。開けて。なんかね、これ友達がね、間違ってアマゾンでね、購入した記憶ないのにね、なんか暇すぎて見てたら購入履歴のとこに入ってたみたいで、ポスト投函されたみたいです。この小顔効果のやつ、ちょっと早速ねつけてみたいと思います。つけてもらいますね。以上です。耳、耳、耳、耳はここ。そう、オッケー、オッケー。うん。オッケー。オッケー。どう？ん？閉まってますか？うん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 。オッケー。うん。オッケー。うん。耳、耳ちゃん。うん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 。オッケー。いけてる？うん。行くよ。行くよ。はい、持ち上げ。はい、持ち上げ。はい、はい、持ち上げ。どう？小顔。超小顔ちゃん。どう？ちょっと閉まってる？小顔や、めっちゃちっちゃい顔、めっちゃ顔ちっちゃない？もう、もう顎ない？顎すっきり。いける、いける、超小顔。これじゃ寝られへんよ。飲みたく飲む、飲む。いけるやん。飲み物は飲めます。口は開きません、うん、口は開きません、開きません、うん、飲んでるそう、うん、いけます。カズショ、これもそう。今日はそのままで。うーん。小顔になって、さて、さて小顔になってますでしょうか。うん。ワン、ツー、スリー、ボヨーン。乱れてもうた、乱れて、乱れが見え、乱れてもうた、乱れてもうた。
見たれてもた、見たれてもた。